大谷翔平、今季は個人成績を気にする余裕ない。ドジャースの大谷翔平はガーディアンズ戦で第2打席で10連打を放ち、2022年に記録した年間160安打を更新する今季161安打を記録。第3打席では2戦ぶりの一発となる今季46号を放ち、2021年にマークした自己最多本塁打に並んだ。さらに101打点として自己最多を更新した打点はアダメズに並び、再びリーグトップタイに浮上した。試合後、報道陣の取材に応じた大谷は、打撃の各部門でキャリアハイの成績を残していることについて問われたが、大谷、チームが変わっているのであまり今年は自分の数字がどうのこうのみたいなのは気にする余裕がない感じはする。今も首位に入りますけど、各ゲームで勝っていって早く地区優勝を決めたいというところでしかない。また切り替えて明日も頑張りたいと思います、と個人記録には無関心を強調した。さあ、エンゼルス戦の時にはこの部の発言しなかったな。まあエンゼルスの時は修正したら個人成績しか目標なくなっちゃってたからな。まるで個人成績しか気にならない球団であるみたいだな。昨年までは優勝に関わることがなかったので、今年初めてチーム成績があることを知った。誰しもが心の中に市川誠一を飼っている。アナハイムを出る喜び。今思えば市川の反応も真っ当だよな。 TDS ベイスターズは本当にひどかったし、球場一番乗りして練習したり、キャプテンに立候補したり、チームを一番変えようと奮闘してたのは内川だったからな。大谷のホームラン動画集見ると今年はほぼ満員御礼の球場ばかりだよな。まあでも大谷は移籍して本当に良かったよ。じゃなかったら一生トラウトのように悲しい目をして生きる羽目になってた。イチローさんもヤンキースに移籍して同じようなこと言ってたわ。エンゼルスが嫌だったとは一言も言ってないやろ。環境が変わって余裕がないってだけじゃね。チームが勝つことが大事だって大谷も十分分かってるし、そのためにホームラン打ったり盗塁したりしてるもんな。エンゼルス次第開幕前目標チーム優勝しか聞いたことないぞ。チームシーズン途中で終了個人目標に切り替え、これの繰り返しだった。管理人のつぶやき、大谷さんの取材への回答って本当にうまいというか、嘘は絶対つかないけど 100% 本音も絶対言わないって捉えられるようなギリギリのラインを適切に判断している気がします。ただ優勝争いできて嬉しいのは間違いないでしょうね。そして個人成績で何を狙っているか、本当に全く狙ってないのかは皆様の想像と解釈をコメント欄までお願いいたします。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。